こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの秋の新作シャツで大人に似合うのはこれだというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。ユニクロにはですね、結構たくさんのシャツのバリエーションがあって、まあどれを選ぼうかですね、悩んでる男性は多いんじゃないのかなというふうに思ってます。まあその中でもこちらの動画の中で先日ご紹介させていただいたのが、まあストレッチツイルオーバーサイズシャツというアイテムなんですけども、これはですね、まあシャツの中でも少し生地が厚めなので、シャツアウターみたいな感覚で着れるものなんですが、今回はですね、もうちょっと薄で、まあ通常のシャツの厚みの中で、これが大人の男性の鉄板だというものをですね、まあ実際に僕自身が買って実物を持ってきましたので、そちらを着用しながら、こういった活用方法があるよというところまで、しっかりと皆さんにお伝えができればなというふうに思ってます。まあユニクロのシャツというとですね、結構いろんなものがあるんですが、その中でもちょっと綺麗な感じのシャツが多いんですね。まあそういったものであれば、ビジネスカジュアルでも使えたりするわけなんですが、個人的にはそういったちょっと小綺麗なシャツよりは少しカジュアル感があるものの方が好きなんですね。まあ特に今回ご紹介するようなデニムを使ったシャツというのはですね、まさに鉄板で使い勝手がいいんですね。まあ今期に関してはこのデニム系のシャツというのが2種類ありまして、最後の最後までどちらをですね、皆さんにご紹介しようか結構迷ったんですが、結果的にですね、僕が今回持ってきたのがですね、こちらなんですね。はい、商品名がですね、デニムオーバーサイズスタンドカラーシャツ括弧長袖というものです。こちらをですね、僕は購入をして皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。まあこれがですね、すごくいいのはですね、また後々お伝えしたいなと思ってるんですが、先ほどちょっと触れましたこちらと、もう一枚ですね、僕が悩んだものというのがですね、今期のユニクロ U のシャツですね、デニムオーバーサイズシャツ括弧長袖、これもですね、すごくよくできていたので、まあ、最後まで迷ったわけなんですが、まあ、個人的にはですね、まあ、散々試着した上で、結構ですね、ユニクロ U のデニムシャツに関しては、襟がですね、ちょっと特徴的で、大きめなんですね。で、実際に着た時に自分から見て左側の襟がですね、ちょっと収まりが良くなかったんですね。これがどうしても気になってしまって、最後購入には至らなかったわけなんですが、まあ非常にですね、バランスのいいシャツで、この襟さえ良かったら間違いなくこちらを買っていたかなと思ってるんですが、まあかなり仕上がりのいいシャツなので、皆さんにもチェックしていただきたいなと思ってます。まあ3色展開なんですけども、その中でもですね、ブラックが特に良かったわけなんですが、それよりもですね、通常のユニクロのこのデニムのスタンドカラーシャツ、やっぱりこれがですね、なんだかんだで使い勝手が抜群にいいんですね。まあ、後ほどですね、コーディネートの事例はお見せしたいなと思ってるんですが、この1枚があれば様々な着こなしが想定できるので、多くの男性にはですね、こちらの方がやはり使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。このような高品質のデニムシャツが、まあ、3000円前後で買えてしまうのはかなり驚きなわけなんですが、まあ、なぜ僕がここまでですね、このシャツを気に入ってるのか、パッと見はですね、そんなに派手さもないですし、これといって目立つような商品ではないかなと思うんですが、着回しのしやすさ、ここに最大の魅力があるので、この後実際に着ながらですね、解説をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのですね、アイテムですとかコーディネートの解説、それだけではなくて、最近はですね、メンバーシップの中で僕のオリジナルのファッションブランドをですね、見ていただいている方と一緒にアンケートを取りながら作っていたりするんですね。まあ実際僕が今着ている T シャツなんかもですね、メンバーシップから生まれたものなんですけども、まあこういった企画なんかもですね、随時やってますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。なかなかですね、仕上がりがいいようなシャツになってるかなというふうに思ってます。僕は身長164センチ53キロとですね、かなり小柄なんですね。ですのでサイズは今回S を選んでるんですが、まあ見ていただいてもわかる通り、最初からですね、少しゆとりのあるようなシルエットになってるんですね。このあたりはですね、今のトレンド感というところをしっかりとサイズ感に落とし込んでいて、好印象かなというふうに思ってます。このサイズが絶妙で、これ以上大きすぎるとどうしてもだらしなく見えてしまうんですが、まあ大人の男性が着てもですね、決してだらしなくないような、
小綺麗さのあるような少しゆったりめのサイズ感、これがですねユニクロ最近すごく上手だなというふうに感じています。まあこのようなサイズ感であれば割とですねぽっちゃり体型の男性だとか割と筋肉質な男性にも似合いやすいので、通常のレギュラーなサイズ感よりはですねかなり着れる人の範囲が広がるかなと思うので、このサイズ感かなり絶妙だと思います。まあ着丈もね決して長すぎないのもバランスがいい点かなと思うので、皆さんがですね普段着ていただいているサイズを選んでもらえばまず間違いがないのかなというふうに思ってます。まあデニムの色合いなんかもすごくいいですね。まあこのようなですねブルー系と、あと今回はグレー系があったんですが、個人的には通常のインディゴブルーの方が上品な質感が楽しめるので、この色合いがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まずはシンプルにですね第一ボタンまできちっと締めて着るという着方、まあこういった形で楽しんでいただくのもいいかなと思います。下に履いてるのはですねこれはスラックス系のアイテムですね。いつもだとですねユニクロのスマートアンクルパンツを履くことが多いんですが、最近はですねグローバルワークのアーバンスラックスですね、これが結構ですねシルエット綺麗なのでこちらを履くことも多いんですが、このようにブラック系のスラックスで合わせてもらうとすごくバランスがいいかなというふうに思ってます。これがまずはベースの着こなしなんですが、もちろんですねこれだけではなくて前を開けて着るというのもいいので、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということで今度はシャツの前を開けてみました。どうでしょうか。まあこういった着こなしも十分に想定できるかなというふうに思ってまして、僕は今プリント T シャツを着て、その上ですね軽く羽織るような形にしています。まあこれぐらいの形であれば特に秋口なんかはですね軽いアウター感覚で着ることもできるので、なかなか便利かなというふうに思ってます。まあ特にですねまだ9月上旬なんかは暑い日もあったりするので、これぐらいの感じであとは腕をまくってもらって着るのもいいかなと思うので、1枚あるとね結構ですねいろんな着方が想定できるんですね。雨の降るような寒い時にはですね第一ボタンまで締めて着ることも多いんですが、まあ、ちょっと晴れた日なんかはですねこういった前開けて腕まくりをしながら着てもらうのもすごくいいかなと思うので、こういった着こなしも一つの参考になるのかなというふうに思ってます。まあ、このようにですねまずはシャツ単体での楽しみ方もあるんですが、ここから先ですねさらに楽しみ方があって、このデニムシャツを基軸にしながら上にですね羽織るものを変えてもらってもですね見え方が全然変わるので、ちょっとこの上にですねいろんなものを羽織ってみたいと思います。はい、ということでデニムのシャツの上にですね今度は重ね着のアイテムとしてシャツアウターをですねこのように羽織ってみました。いかがでしょうか。これまたですねなかなかバランスがいいかなと思うんですね。まあ、僕の動画の中でもよく出てくるんですが、こういったシャツアウター系というのも秋にすごく使えるようなアイテムになってるんですが、そういったものの内側にこういったデニムのスタンドカラーシャツすごく相性がいいかなと思います。ここで先ほどですねユニクロ U のシャツを選ばずにこちらの方を選んでよかったなという点があるんですが、襟型ですねスタンドカラーになっているので襟元がすっきりしてるんですね。ですので内側にこういったシャツを着て、その上に襟付きのシャツを着てもうるさくならないんですね。これが内側も襟があって外側も襟があるとかなりごちゃごちゃした印象になるんですが、スタンドカラーシャツというのは襟元がすっきりしているのでかなりですね重ね着に適したアイテムなのかなというふうに思ってます。今僕が着ているのはですね昨年購入したユナイテッドアローズのオリジナルのシャツアウターなんですが、まあ、今季はですねオーバーオールなんかもすごくですね出てますので、グリーンレベルのオーバーオールなんかを重ねてきてもらうのもすごくいいかなと思うので、まあ、色合いとしてはこういったグレーだとかネイビーだとかブラック、そのあたりのですねアウター系はすごく相性がいいので、このような着こなしもですね一つの参考にしていただければなと思ってます。これ以外にもですね本当にいろんな使い方ができるので、この際なのでどんどん解説をしてみたいなというふうに思ってます。続いて2つ目の重ね着なんですが、ジャケットですね。まあ、こういった少しゆったりめのジャケットであればデニムシャツとの相性もすごく良くて、この組み合わせも個人的には好きだなと思いますね。まあ、内側のシャツ、先ほどもお伝えした通り襟があるものよりはこういった襟元がすっきりしているものの方がジャケットとの相性が意外と良かったりするんですね。ですので僕はこういったスタンドカラーシャツとジャケットの組み合わせが大好きなんですね。まあ、このような着こなしも想定できるので、意外と職場によってはそのまま使えたりするかなと思うので、このようなジャケットとのコーディネートもぜひトライをしていただければなと思ってます。まあ、ちなみに僕はちょっとゆったりめのものを着てますが、ジャストサイズのジャケットであれば結構バランスがよく収まるので、タイトすぎるものはなかなか難しいかなと思うんですが、ジャストサイズくらいのジャケットであればぜひ皆さんもですね合わせてみることをお勧めしたいなというふうに思ってます。
はい、続いてですね、上にベージュのコートを合わせていました。これまたですね、なかなかバランスがいいかなと思うんですね。まあ、先ほどまではダークグレーだとかグレー系のですね、ちょっと濃いめのアウターを重ねていたわけなんですが、このようなですね、ベージュの明るい色なんかもですね、インディゴブルーとの相性がいいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなというふうに思ってます。今着てるのはですね、春にグリーンレベルで購入したものなんですが、こういったベージュ系のコートというのは、春だけではなくて秋なんかにも使えて、結構ですね、様々な季節にこの組み合わせが使い勝手がいいかなと思うので、ぜひですね、ベージュ系のコート、あとはもちろんネイビーだとかブラックのコートとも相性がいいので、皆さんもロング丈のコートと、こういったスタンドカラーデニムシャツ合わせていただければなというふうに思ってます。はい、続いてラストの組み合わせなんですが、ちょっとスポーティーなこういったナイロン系のジャケットですね。ダウンだとかナイロンジャケットだとか、僕が着てるのは中綿系のアウターなんですが、まあ、こういったスポーティーなものとも結構相性がいいんですね。まあ、シャツというとですね、結構小綺麗な印象があって、その正反対のスポーティーなアイテムではあるんですが、シャツの素材自体がデニムで、なおかつですね、スタンドカラーということで、少しカジュアル感のあるシャツなので、意外とですね、こういったスポーティーなアウターとの相性がいいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。特にスポーティーなアウターって、どうしても大人世代が着ると、ちょっとカジュアルに振りすぎてしまうところがあるかなと思うんですね。まあそういった時に、内側にこういったシャツを着ることで、カジュアルと切れ目のバランスが取りやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、こういったアウターとの組み合わせも楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では僕がですね、ユニクロの秋の新作シャツの中で一番推しているですね、こちらのデニムのスタンドカラーシャツですね、こちらについて解説をさせていただきました。結構このアイテムは便利で、単体で着るにもですね、前を開けるか閉めるかで全然印象も変わりますし、あとは重ね着なんですね。ここの活用の幅が広いので、結構1枚あれば様々な着こなしのパーツとして使うことができるので、こういったアイテムこそ大人の男性にはですね、ぜひ1枚は持っておいていただきたいなというふうに思ってます。まあ、ついついユニクロ U って名前もですね、魅力的ですし、おしゃれなものも多いので、そちらの方に飛びついてしまいがちなんですが、通常のユニクロの商品こそやっぱり使い勝手が良くて、様々なシーンで使えるようなものが多かったりするので、こういった決して派手さはないけども間違いなく使えるアイテムというものにですね、これからもスポットライトを当てて皆さんに解説ができればなというふうに思ってます。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。